M82 と M81 スターバースト銀河とは、太陽の10倍以上の質量を持つ構成を短期間で作っている銀河である。このことから、爆発的星生成銀河とも呼ばれる。二つの銀河が衝突したり、近接遭遇した場合に、このような爆発的星形成が引き起こされることが多い。通常の銀河でも星形成は行われているが、 単位時間あたりの星形成率は、スターバースト銀河に比べるとずっと少ない。スターバースト銀河での星形成は、そのまま星形成が続けば、構成を作る材料となる、星間ガスを銀河の年齢よりもずっと短時間で使い尽くしてしまうほどの勢いである。よく知られた、スターバースト銀河の例として、M82 銀河や IC10 銀河などがある。 スターバースト銀河の一種にウォルフライエ銀河がある。これはスターバーストで生み出された恒星の多くがウォルフライエ星として観測される銀河である。オーグマザのエ M82 はスターバースト銀河の原型といえる銀河である。M82 の活発な星形成は近くの M81 銀河との近接遭遇によって引き起こされている。この付近の電波観測によるマッピングを見ると 中性水素の大きな流れが2つの銀河をつないでいることがわかる。これも近接遭遇の結果である。カラス座のアンテナ銀河もよく知られたスターバースト銀河である。1997年にハップル宇宙望遠鏡によってアンテナ銀河の素晴らしい画像が撮影されている。星形成を行うには構成の材料となる分子ガスが豊富に存在している必要があることに、 加えて、それらの高密度環境が必要になる。特に、スターバースト銀河のような通常の渦巻き銀河より、1から2桁近く高い星形成効率を実現するためには、何らかの気候で前述の条件が効率よく達成される必要がある。それら気候については観測と数値シミュレーションから様々な知見が得られており、近傍宇宙においては、 銀河同士の近接遭遇や衝突を通じて、核運動量を失ったガスが大量に銀河中心部に供給され、そこでスターバーストを引き起こすと考えられている。ありがとうございます。